アメリカのスポーツ用品大手ナイキの3月から5月期の決算はコスト削減などで1年前から増益となったものの売上高は減少し市場予想を下回りました地域別の売上高では中華圏が2.9%増えましたが北米などのマイナスで総裁されました新興ブランドの台頭で競争が激化する中 ナイキは収益力の高い長期的な成長を実現するための措置を講じると強調しています。決算発表を受け、株価は時間外で一時10%を超えて下落しました。